浄土宗の快祖。法年。法年の主な活動拠点。治恩院。絶対他力や悪人小季節を唱えた浄土新宗の快祖。親蘭親蘭の協議書。協業新書悪人小季節が誤って伝わっていることを嘆いた親蘭の弟子唯円の著書。単二書踊り念仏で人々を強化した自衆の快祖。一編自衆の拠点とされた寺院。症状工事。日蓮宗の快祖。日蓮。日蓮による北条時折への意見書。立証暗黒論。禅宗のうち英才が伝えたもの。 臨済宗、禅宗の本質を伝えるための英才の著書、公然五国論、茶の紅葉などを説いた英才の著書、喫茶養生記、鎌倉にある凱旗を北条政子、凱山を英才とする寺院、自福寺、禅宗のうち道元が伝えたもの、総当宗、道元の主張、消防玄像、弟子の江城が死である道元の原稿を記したもの、消防玄像随文記、戸賀賀能商人とも呼ばれ、鉱山寺を再興した人物、明恵。 後年のの着本願念仏集を批判した妙絵の著作西蛇林鎌倉の極楽寺の中高を果たした人物認証認証が創建したとされるハンセン病などの重病者を救済した福祉施設北山十八県道伊勢神道を唱え新本仏弱説を唱えた神職渡良家行渡良家行の主長累重神義本源大義名分論を重視する趣旨学を体制した人物手記朝廷特下社会の儀礼や年中行事についての学問有足古実。 純徳天皇の有足古実書、金碑書、後鳥羽上皇の直線和歌集新古今和歌集明月期、毎月章の著者、藤原代家、三歌集で有名で2300ほど和歌が伝わっている人物、西行、鎌倉幕府三大将軍の実朝の歌集近海和歌集無常を主題にする鴨の長命の随筆、宝城記、すれずれ草の著者、吉田健康伊沢酔い日記の著者、阿仏に古今著文獣の変者、立花の成末、無獣の仏教説和集社石集 平家物語を語った芸能者、琵琶法師、愚巻賞の著者、詩縁、鎌倉幕府の変年隊の歴史書、吾妻鏡、金沢文庫を開いた人物、北条実時、1180年に東大寺や幸福寺を焼き討ちにした人物、平重衡、東大寺最高の勧進承認となった人物、長元 <言 S>、古勧試練による本格的な仏教史の書、原稿釈書、東大寺最高の際に用いられた建築様式、大仏様、蓮華王院本堂、両泉寺などの平安時代から続く建築様式、和様、 円覚寺斜里殿や高山寺の建築様式、禅修洋、和洋基本に大仏洋、禅修洋を取り入れた建築様式、雪中洋、運慶と会慶の代表作、東大寺南大門の金剛力士像、菅原の道真の生涯と北の神社の由来を説明する絵巻、北の天神縁起絵巻、前奏の肖像画や肖像彫刻、鎮蔵、尊苑入道神皇が創始した書道、少年院流、蒙古襲来絵巻を描かせた肥後の御家人、竹崎末永、 笠掛の絵で有名な武蔵の国のある兄弟の物語「小渕三郎絵巻」。